マザー・シプトン・マザー・シプトンの、マルボリ・マザー・シプトンの岩穴、ネアズバロ・マザー・シプトン、本名、アーシュラ・サウセール・ナイシ・ソンシェルは、イギリスの予言者。多くの歴史的事件を予言、的中させたとされ、その生涯は、様々な伝説的相話に彩られている。しかし、現在では、予言も電気もほとんどが、別人による創作であるとみなされている。 シプトンに関する詳細な伝記を最初に紹介したのはリチャード・ヘッドである。そこでは彼女の生涯は以下のようなものとして紹介されている。彼女はヨークシャーのネアズバラで生まれた。その要望の醜さから悪魔のことも噂された。彼女は1512年にヨーク近郊の大工トビー・シプトンと結婚し、生涯を通じて多くの予言を残した。しかし、 ヘッドは後に電気的詳細のほとんどは自分が絶造したものであると告白している。彼女の実証的な電気は未証である。マザー・シップトンの予言として有名なのは次の詩である。これが交通、通信技術の発達をはじめとする近代化の諸層を表現していることは明白であるが、現在ではこの予言は19世紀の偽作とみなされている。 17世紀に何度も刊行された彼女の予言書にはそのような予言は収録されていない。そもそも17世紀に出されていた彼女の本来の予言書は3文で書かれた政治色の強いものである。問題となるのはそれらの予言書の中で最初のものですら彼女が生きていたとされる時期から100年近く後に出されているという点である。ゆえに刊行時点で過去になっていた 敵中例も、事後予言であることが疑われている。現在、彼女の生まれた地とされるネアズバラには、マザーシップトンの洞窟という観光スポットがある。ありがとうございます。